フランスが、ついに南シナ海に攻撃型原子力潜水艦エムロードを。巡視任務と名し、南シナ海の航行の自由に参加してきました。これで、クワッドタスは、また強大となりつつあり、中国政府も今慌てている状態でしょう。では、今回のエムロード潜水艦の任務を詳しく見ていきますね。もう、日本から台湾へと防衛線は変わったかな。いつ米軍を引き上げるか、検討にはいっているのか。2021年2月9日、前月のバイデン新大統領の就任から、その追中国の動きが、注目されてきたアメリカだが、南シナ海に大型の原子力航空母艦を送り込み、同海域での軍事演習を敢行した。この南シナ海での軍事演習に参加したのは、ニミッツ級原子力航空母艦のニミッツと、セオドア・ルーズベルトの2つの空母打撃群を中核とする艦隊でアメリカの姿勢を示したものだ。それは南シナ海に人工島を設け軍事拠点化し、同海域を自国の領海であると主張する中国に対するアメリカの意思表示であり、今後も変わらぬ。そのスタンスの誇示と受け取れる。前トランプ大統領に比べたい中国問題では、そこまで強硬な態度を示さない。恐れもあると指摘する声もある中で、バイデン政権も従来通り南シナ海を公海として認識していると知らしめた形だ。中国は南シナ海をめぐっては、周辺の台湾やベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレーシアなどとも対立しているが、いずれも単独で中国の軍事力への対峙は厳しくなってきている現状がある。その中でも中国はそもそも台湾は自国の一部であるとの認識を崩しておらず、近年の戦力の増強からはついに長年掲げてきた武力侵攻を現実のものとしかねない姿勢を強めている。特にここ最近は中国軍機による台湾の防空識別圏への侵入が相次ぎ、また日本の尖閣諸島に向けても中国海峡局の公船の進出を強めるなど、中国の海洋進出の動きは増加の一途をたどっている。2020年に世界的な蔓延を見せた新型コロナウイルスの発生元でもある。中国に対し、香港の民主化弾圧の動きを強めたことでも旧宗主国である。イギリスも看過して折れないと動き出した。これが最新鋭の航空母艦であるクイーン・エリザベスを極東方面に長期派遣することにつながり、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型をも艦載機とする同艦にも注目が集まっている。そんな中、今度はフランスが問題となっている南シナ海に同海軍の攻撃型の原子力潜水艦エムロードを派遣したことが報じられ、対中国包囲網の一角に新たな動きが生じている。フランスのパリル国防大臣によれば、同海軍は攻撃型の原子力潜水艦エムロードとそれに随伴する支援船のセーヌを派遣し、南シナ海における巡視活動を行ったとしている。この声明の中で、パリル国防大臣は、南シナ海におけるアメリカや、
オーストラリア、そして日本といった同海域周辺国と協調して長期間の展開を行うことが可能だと述べて、中国を牽制した。本来、アジア太平洋地域から、本国は、遠く離れたヨーロッパにあるイギリス。フランス両国のこうした動向は、西側諸国が中国への警戒感を、これまで以上に強めたものと解釈されている。原子力潜水艦、エムロードは、劉備級攻撃型原子力潜水艦の4番艦にあたり、水中排水量2670トン、全長 73.6 メートル、全幅 7.6 メートルの艦艇であり、1988年に就役した潜水艦だ。日本の主力潜水艦である、双竜型が水中排水量で、4000トンクラスであることを考慮すれば、エムロードは、原子力潜水艦でありながら、非常に小型の潜水艦であることが見て取れる。フランス海軍では、この劉備級潜水艦を6隻建造し、今現在も全艦を、運用中だが、同級は、基本的に、すべて、宝石の名称が、艦名として名付けられており、劉備も、英語では、ルビーのことである。今回の、エムロードは英語では、エメラルドであり、唯一3番艦の、カサビアンカのみが人名から、名付けられた。艦艇として存在しているのみだ。この劉備級原子力潜水艦の次級となっているのが、現在建造中のシュフラン級原子力潜水艦であり、これを通常動力型に変換したものが、悪名高きオーストラリア海軍のアタック級潜水艦だ。フランスは、現在でも太平洋の島々の一部を海外領土として保有しており、そうした領域で中国によって自国の権益が脅かされることを良しとしない考えを改めて具体的に示したものといえる。近年アジア太平洋地区においてはアメリカ、日本、オーストラリアにインドを加えた4カ国で中国封じ込めを起としたクアッド同盟構想も浮上していたが、現実には難しいようだ。チベット地方の高山地域で、中国との国境線争いが2020年に激化した。インドだったが、2021年に入り、両軍が増強していた部隊を引き上げる動きを見せていることも報じられた。アメリカとしては、このタイミングで、インドを、自らの側に止めて、起きたかったはずだが、中国以外に、パキスタンやトルコとも対峙する。インドは、ロシアからの兵器輸入を止める気配がない。かつてのアメリカと旧ソ連との冷戦時代のように、どちらの勢力に、組するかだけの二択から、インドやトルコなどどちらとも言い難い勢力の、勃興もあり、国際情勢も複雑化している。